こんにちは、さつきです。本日はメルカリ、ペイペイフリマ使える理由、無在庫転売できるのは本当ですか？というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい。この動画はですね、ペイペイの、無在庫転売ですね、できるかどうか、まあ、その他ですね、いろいろですね、できることですね、ぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね、こちらペイペイですね。で、PayPay はですね、簡単に言ってしまいますと、ヤフオクのフリマアプリですね。名前を変えてるんですけど、以前ですね、ヤフオクの方が、まあ、フリマアプリやったんですけど、全然儲からなかったってことで、まあ、名前を変えてね、PayPay っていう名前でやってます。はい。でこう見て、この画面ね、見ていただくとわかるんですけど、もう完全にヤフオクですね。はい。なので、ヤフオクのフリマアプリと考えていただければいいかと思います。で、フリマアプリですので、オークションですね、ヤフオクが最もですね、強い、オークション機能が入ってるんですよね。はい。ですね。で、この、今、このペイペイが何がするかというと、まあ、規制が全くないんですよ。で、以前のメルカリと一緒ですね。なので、まあ、以前のね、無在庫転売をやる方結構多いと思うんですけど、もう、実際もすでにやってる方は非常に多いかと思います。それとですね、認証ができないので、認証機能ですね。で、PayPay の方で認証していれば、アカウント一つしか作れないかと思うんですけど、まあ、認証していない場合ですね、アカウント作り放題ですよね。なので、まあ、結構ですね、アカウントも作っている多数いると思うんですよね。ただしですね、ラクマのように、ラクマですね、お客さんがですね、あんまりまだ来てないと思うんですよ。だから今後ですね、宣伝をしてくればね、お客さん集まってくる可能性が高いんですけど、まだまだね、メルカリに比べると集客力が低いので、まあ、ぜひね、その点を注意していただければいいかと思います。ただしですね、無在庫転売ですね、がもうやりたい方法なので、ぜひね、無在庫やりたい方はぜひお勧めしていただければ、お勧めしますね。はい。ぜひね、試していただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube からの質問一切受け付けてません。LINE と登録によろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。